ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。今日は仕事休みなんですけれども、コラボ動画をまだ撮りに行くという形でございます。占いを始めたので、まあタロット占いのコラボっていう形ができるというのは、あのプロの占い師の方でいますので、実は以前あのコラボをしたことのあるマルユンさんっていう占い師の方なんですけど、またあのコラボします。はい、あのよく考えたら2回コラボするっていうのはマルユンさんが初めてですね。で、まあいろいろと実は、彼女は K-POP とかいろいろ詳しいの であの BE:FIRST とかね、 INI とかのこともちょっと聞きたいというふうに言われて、ただ INI のこと今私教えられること一個もないんですけどね。はい、あのそんな感じ、 BE:FIRST だったら考えいけるっていう感じで、まあいろいろと話をしてこようかと思いまして、まああのそれで今日ね行ってきますわ。感染症対策はもちろんしましてっていう感じでございますね。はい、でまあいろいろと今ね、あの感染症の状況もまだまだわかんないですけれども、まあとにかく、イベントとかのね、そういった人数制限を撤廃するみたいな感じの、一応そういう流れになっておりまして、ね、まあちょっと新しい株とかも出てきてるし、ワクチンのこともどうなのかなっていうのもあるんですけど、まあとにかくあのそういう流れになっていけばいいなっていう形で、あの音楽とかエンターテインメントがもっと気軽に楽しめる感じになればいいなというふうに思っております。ミュージックブラッド、3月25日ですけど、モベルコア君がねこの間出ましたけど、 BE:FIRST がね2回目の出演ということでございますよね。いいですね。これであのちょっと予告編なんかもあってね、それであの田中圭さんと千葉雄大さんがね、あの垢抜けたねみたいな感じで言ってる予告編もツイッターで上がっておりまして、でいろいろと特技を披露みたいな感じのことがあったわけですよ。でそうだ、スマッシュの方で、まあ今ちょうど BE:FIRST もね番組をやっているスマッシュですね、そちら有料ですけど、でスマッシュの方であの別の予告動画が上がっております。1分30秒ぐらいのまあまあ長い動画です。あ、まあ予告編としては長めの動画っていうことですけどね、そちらは無料で見れます。はいですね。でミュージックブラッドのあのニュースの方でねありますんで、来週のゲストは、3月25日ですね、来週のゲストはデビュー曲ギフテッドはビルボードジャパン総合ソングチャート1位を獲得、音楽チャートでは衝撃の40冠 BE:FIRST ってことで、これタイトルでいわゆるそのビルボードジャパン総合ソングチャートとか書いてもらえるわけじゃないですか。だからこれって本当にチャートを意識するっていうのはやっぱり大事だなっていうふうに思うし、あとやっぱビルボードっていう言葉の魔力ですよね。すげえ言葉ですから、うん、これでねチャート1位っていうのが出るっていうのはもうね、これはもう箔がつくどころの話じゃなくてすげえ話ですからね。で来週のゲストはのところでね、3月25日のゲストは BE:FIRST、 デビュー当日に当番組に出演し、デビュー翌日でした、失礼、デビュー翌日に当番組に出演し、初々しい姿を見せていた7人組ダンス&ボーカルグループ BE:FIRST が2度目の登場。そうか、あのデビュー翌日だったんすね。そう思うとありがたい番組ですね。でしかもまたこうやってあのまた出してくれるっていうところですから、彼らが今とんでもない飛躍を遂げている。デビュー曲ギフテッドはビルボードジャパン総合ソングチャート1位を獲得、音楽チャートでは衝撃の40冠、衝撃のデビューから5ヶ月 BE:FIRST の成長に田中圭千葉雄大が迫る。バイグッバイのね衣装を着てるの、当然これは歌うわけですけれども、収録がいつなのかは分かりませんが、ちょっとその辺も楽しみですね。はい、であのもうこれも話題になってるんですが、あのツイッターの方でね、あのツイッターの方での予告動画の方で、ソータくんとマナトくんとリュウヘイくんが、まあ、いわゆる番組の中で特技を披露、新しい特技を披露みたいな感じのがあったので、そこの中でリュウヘイくんが踊ってるんですが、それがどうやらあのガールズプラネットというオーディション番組がね、ガールズオーディションですが、あれがありまして、でそこの中の振りをリュウヘイくんこれ踊ってんじゃねっていうね、私はあんまり踊れないけど、こうやってこうしてすっていうこういう感じの振りがあって、そこを踊ってるんですけど、ワダダっていう曲ね、ケプラーっていうグループがガールズプラネットでデビューしたんですけど、こちらの曲でスーパーソニックって言ってるところのところで、つまりそこの振りを踊ってんじゃないかっていう気がします。はい、ケプラーの
ミュージックビデオも貼っておきますんで、概要欄にそちらもチェックしていただければと。1分51秒か2秒ぐらいにあるはず。いや、竜兵くんが中性的な感じだから、これがまた合うんですよね。線も細いしね。で、衣装もピンクだしっていうところもあって、で、ケプラーのその MV でも衣装がピンク目だったりするんで、そこの部分もそうだしね、いいですよ。ケプラー私もそんなにちゃんと聞いてるわけじゃないんですけど、職場でケプラー好きな子がいらっしゃいまして、で、それで話は聞いてます。で、まぁ、ちょっと見ましたが、あれ、やっぱね、音が、イントロとかもそうだけど、音数が少なめでやってるっていうのでありました。だから、まあ、いわゆる音数少なめって意味合いでギフテッド的な感じでもあるし、まあ、世界のトレンドというかそういったところは目指しているんだなっていうところもありましたね。はい、これでなんかこうガールズプラネットとかにもまた注目がベスティの方からも行く可能性ってありますね。実際和田田がツイッターでトレンドにミュージックブラッドとかと一緒に入ってたんですが、もしかしたら龍平くんが踊ったのが影響している、ちょっと影響してる可能性があるって思ったりした。で、ほんとそれもね楽しみだし、いろいろとね音楽の裾野が広がっていくなっていうところで、スマッシュの方のショート動画というか予告動画の方で、先週のというか、まあ、18日のゲストの TK from リンとしてしぐれさん有名なロックバンドですよね、リンとしてしぐれ。あまり私は聞いてないですけど、結構曲聞いたらゴリゴリで、いやこういう感じなんだなって思って、でちょっとミュージックブラッドの話とずれるんですけど、凛としてしぐれさん含めて、いろいろとその日本のミュージックビデオで、いわゆるそのロックバンド系、バンド系のサウンドが結局すごく強いんだなっていうのを、ここ最近やっぱり、意識してなかっただけで、もともとそういう事実ってあったんだろうけど、そうなんだなっていうふうに思いましたね。まあ MV の再生数だけの話で言うと、もう何千万とかいってるっていう部分があって、まあ、いわゆる K-POP とかも何千万普通に行くのが多いので、そこに日本のバンドが結構そっちに行ってるんだなっていうところを、まず思ったっていうか、気づいていなかったっていうところ、そして、いわゆるそこがあってからの、スカイハイさんがいわゆるビバラロックに BE:FIRST を出演させるっていう、そこのことなのかなっていう。ロックを聴く人間って日本は多いし、で日本のロックを聴いてる外国人も多いんですよね。凛としてしぐれの MV を見た時にコメント欄に外国の言葉非常に多くて、まあベビーメタルとかも結局そうですもんね。で、あとはまあバンドというよりは、まあオーディションもやるわけですよ。YOSHIKI さんのやつも何千万とか再生されるわけですわ。で、外国の言葉も多いわけですよ。で、日本って、昔バンドブームなんかもありましたけど、まあバンドなんだなっていう気がちょっと今してるところっすね。ちょうど本当にあれなんですよ。昨日、職場でいわゆる BTS ファンのアーミーの子がいるんで聞いたんですけども、 BTS ってロックフェスとか出たことあるのって聞いたら、いや呼ばれないですし、ありませんって話でした。うん、まあだからあまりその韓国ではバンドサウンドってよりはやっぱりダンスボーカル、あとは K ヒップホップや KR&B なんかもそうなんだけど、そっち系ですよね。いわゆる打ち込み系とかってことになる。で、私もその打ち込み系音楽を好きになって随分と時間が経つわけでして、今となればもはやバンド系ずっと聴いてたよりも歴としては長くなった感がある。もちろんそのずっと聴いてるバンドとかもいるんですけどね。今回のその凛としてしぐれさんから間接的にね、ちょっと質問をみたいな感じので、スマッシュの方のであったんで、結構これも実は嬉しいっすよねって思ったりする。で、龍平くんがケプラーのダンス、多分ね、実際多分和田田を踊ってるのは間違いなさそうだから、犬が吠えてますね。聞こえたらすいません。はい。そういうのがあるので、いやー、これだから、またいろいろ楽しみですね。今のそのガールズ、ちょっとまだ話がね、どんどん飛びますけども、今のガールズ K-POP ね、まあ、20も含めた感じで、まあ、ケプラーもそうだし、まあ、ブラックピンクなんかもそうですね、イッチーとかね。ガールズグループなんだけれども、ファンは女の人っていうのが結構大半占めるっていうのがあるっていうのを聞いております。そう。
まあ、K-POP ファンっていうのが女性が基本的に多いっていうところもあるっていう、だからまあ K-POP で言うと男性グループが結構重要っていうところの話も K-POP ファンから聞いてはいる。まあ、女性がそのファン層の大半だからっていうね。でそこの部分があるから、女性が多いってことは、まあ、竜兵くんがねその和田で踊ったことによってケプラーのファンであったりガールズ K-POP のグループのファンの人たちが例えばその BE:FIRST に興味を持ってくれる可能性っていうのは、まあ、高いわけじゃないですか。だからそこの部分も含めてまだまだいろんなところに広がっていく土壌があるなって気がするし、ちょっとその辺のことも考えましたね。はい、スマッシュの方のね予告動画とぜひ見てみてくださいですね。いや、ミュージックブラッドいいっすね。非常に一人のアーティストをねがっつり取り上げてくれるっていうところも含めて、渋谷ノートがねまあ要するに終わっちゃったというかそういう感じになっちゃうというのが残念ですけども、まあなかなか大型の音楽番組に出るのがまだまだ難しいところではあるのですが、こういう感じでがっちり取り上げてくれる番組に出るというのはね非常にいいことだなっていうふうに思います。はい、そんな感じでございます。はい、まあいろいろ自分の思いを語らせてもらいましたけれども、あとちょっとね花粉症のせいで鼻声で申し訳ございませんけれども、はい、そんな感じで動画締めさせていただきます。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。果てしない空